品賞受賞ということでこの度はおめでとうございます。ありがとうございます。受賞のご感想からちょっとお伺いしたいんですが、よろしくお願いいたします。そうですね、こんな名誉のある賞を、いただいてまずは本当に光栄です。あとは自分の映画作りのなんていうんですかね、スタイルとしても総合力でみんなで作り上げていくっていうのを信条にしてやってきているので、作品賞っていうところをみんなでなんかいただいた賞だと思うとすごく嬉しいなと思っております。この作品を監督として手掛けようと思ったいきさつといいますか、決めてみたいなところ。そうですね、インタビューでも結構答えているところでもあるんですけど、やっぱりこう政治っていうものとすごく離れたところに生きてきていた世代で、そういう自分で新聞というものにも縁がなかったもので、最初はすごい躊躇したんですけれども、川村プロデューサーの そういう世代だからこそこういう映画を撮ってほしいっていう気持ち、熱い思いに負けて、今は本当にこの映画を監督してよかった。